ええ、どうも弁慶と小町はバカだな、カカなんていう川柳がございます。この世に男子と生まれてご婦人が嫌いな方は一名もいない。ご婦人だってそうですな。男がなかったしにはあのくらいつまらないものはなかろうと。気が狂いそうな方だっていらっしゃるようで。なあせがあれ。 お前さん少しくらい道楽の一つでもしたらどうだうちで本ばかり読んでいたらしまいには病気になっちまうぞえおとっつぁんではちょうどよろしい用事が先ほど表で源兵衛さんと助けさんにお目にかかりましたら大層流行りのお稲荷様があるそうであのぜひお参りに行かないかと誘われておりまして参ってもよろしいでございましょうか 兵と助けあんなゴロつきがん。あいやいやいやそのお稲荷様はどこに終わりなさるってはいなんでも浅草の観音様の後ろの方だそうで。はははそうかいこりゃいいや。あいやねあのお稲荷様はバカに繁盛するところでねおとっつがいじぶ あのお稲荷様を日産したもんだよ。うん、<laughs> あんまり日産をして、親父に小言を言われて、暗い放り込まれたことがありますよ。え、う、え、ん、一 <laughs> 滴な一滴な。ああ、あのお稲荷さんに行くには、なりが悪いとご利益がないよ。ば、う、あ、ん、さんよ着物を出してやりな。ああ、いや,やるほうがいいよ。うん、<laughs> いいんだよ。それぐらいかまごとはないよな。 んっはっはっはあそうだねえへへよかろうよかろう <laughs> あそれからねお賽銭が少ないとこれまたご利益がありませんよまあな財布にお賽銭をたくさん入れてやりな <laughs> お前さんね今日が初めてだおこもりをしておいでそのへんは万事源兵と助けが心得てるよ <laughs>、うん、それから途中で中継ぎ <laughs> まあ中継ぎなんてお前には分かりゃしまいがね途中で一杯召し上がるんだお酒は頂戴しませんだなんてふえてちゃいけませんよ愛嬌がなくていけねえ大人の付き合いだ一つは頂戴しなくちゃいけませんあとは飲んだふりだけして廃線に開けてしまえばいいんだからうんほどのいいとこで手を叩いて会計なんざやぼですよ お前が裏橋ごからそーっと便所のふりをしておいて皆さんの会計を一手に払ってしまうんだではあの町面へつけておきまして、えー、皆さんから後で割りまを頂戴するバカなことを言っちゃいけないよ割り前なんじゃ頂戴しちゃいけませんあの人たちは町内の札付きだ割り前を取ると後が怖いやうちのことも心配しちゃいけませんよ今日は心置きなくゆっ クリアーすんだいで。へじゃあ、お父さつん、お母さん、行ってまいります。おい、げんさん、気はしねえじゃねえか。んよく考えてごらんなよ。素人の固いうちでもって、てめんとこのせがるをよし来連れてってくれなんて、そんなバカな親はいないよ。おいおいおい、好きしを間違えちゃいけないや。そうじゃねえんだよ。 この間親父に髪生いとこであったんだよ。うちのせがれのようじゃまことに困りますとやんだ。硬いのは結構でございます。硬くなくちゃはいけません。それでも硬すぎますって。のには度というものがございます。あたしが承知いたしておりますから一晩くらいは連れてってくれてんだ。ねえ。<laughs> なあ親だね。 人前閉じこもって青い顔して本ばかり読んでられるのが心配なんだよ。ん硬きゃかたいで苦労するしさ柔らかいっつっちゃ心配するし親なんてなつまらねえもんだね。んおおいおい来たよ。おい探してるよわからねえんだね。もちゃん、若旦那、ここここですよ。 ああこりゃどうも皆さんお待たせをいたしました、えー、親父がなりが悪いとご利益がなくていけないから着物を着替えてけなんて申すためにあの大、ー、きに遅くなりましてまことにどうもあいすいません <laughs> <laughs> えー、いいねこのなりごらんよご利益があるねバカなご利益だなどうも。